む。普段私たちはこの言葉を何もないという意味で使用していますが、本当に何もないのでしょうか。実は無の正体を探れば驚くべき事実がそこに隠れています。無は無限の可能性を秘めた源泉なのです。空間の前に立つと何もないように見えるかもしれませんが、実際には無数の分子や原子で満ち溢れています。ではそれらを取り除いた真空の状態は真の意味で無と言えるのでしょうか。こんばんは、花です。数学の世界を変えたゼロの発明や現代の最新物理学の成果は、真空は決して無ではないことを示しています。私たちが住む宇宙は一つの特異点、つまり無から誕生したという仏教の世界観に通じるものがあります。本質は無であり、同時に無からこそ万物が生まれるという逆説を説きます。このように無の正体に迫ると、我々の常識は次々と覆されていきます。無意識に受け入れている無のイメージの枠組みを取り払った時、無の世界がどれほど奥深いかに驚かされるでしょう。そして数学の歴史においてゼロの発明は革命的な出来事でした。紀元前2000年頃のバビロニアで初めてゼロに相当する記号が使われ始め、インドでも紀元前9世紀頃にはゼロに相当する数学的概念が登場。このインドで生まれたゼロの概念は後に中東やヨーロッパにも伝わり、数学の発展に大きく寄与しました。特に9世紀のペルシャの数学者アルフ・アリズミーの著書では、ゼロを独立した数として扱うアイデアが登場し、ゼロを含む四則演算が可能になり、数学はより抽象的で高度な学問へと進化していきました。このゼロの発想は単なる数字の追加にとどまらず、数の概念を根底から覆し、負の数や無理数、虚数などの新たな数の世界を切り開くきっかけとなりました。ゼロがなければ現代の数学や科学技術は存在し得ないと言っても過言ではないでしょう。数学史上の画期的な発見の一つであるゼロは、人類の知的探求に新たな可能性をもたらしました。一方でこの概念は歴史上の偉大な思想家たちを何度も困惑させてきました。それは従来の数の概念を根底から覆したためです。古代ギリシャの哲学者たちはゼロの存在を受け入れるのに躊躇しました。ピタゴラス学派は数は全て自然数であり、ゼロや負の数を認めませんでした。プラトンもゼロを無であるとして数の概念から排除しました。中世ヨーロッパでもゼロをめぐる議論が続きました。キリスト教の学者たちはゼロが無から有が生じるという考えに反対しました。さらに近代に入ってもゼロは数学者たちを悩ませ続けました。レオンハルト・オイラーはゼロで割ることに疑問を投げかけました。ゼロの不思議な性質は論理的な矛盾を含んでいるように見えました。現代でもゼロの哲学的な意味をめぐる議論が続いています。一見何もない、すなわち真空と呼ばれる状態は、物質が一切存在しない状態を指します。しかしこの真空が実際に存在するのか疑問です。なぜなら我々は地球の大気に囲まれて生活しており、地球上で完全な真空状態を作り出すことは容易ではないからです。それは地球の大気中に非常に多くの分子が存在しているためです。しかし現代の科学技術を用いれば、限りなく真空に近い環境を実現することが可能になりました。例えば粒子加速器の実験では超高真空の状態が必要です。加速器内部の空気を限界まで排除することで理想的な真空状態が作り出されます。ただし地上で真空を実現するには多大な努力が必要です。地球の大気中には1立方センチメートルあたり10の19乗にも及ぶ空気の分子が存在しています。それに比べて超高真空空間では1立方センチメートルあたり10万個以下の分子しか存在しませんが、
それでもかなりの数の分子が存在します。しかし宇宙空間は地球の大気圏を離れると非常に希薄な環境となります。地上の大気密度の1兆分の1以下であり、事実上真空状態といっても過言ではありません。我々の目には真空は何もない空間に見えますが、量子力学の世界では真空は創造と破壊の絶え間ないドラマのような舞台となっています。静寂の裏には躍動する粒子の海が広がっており、これが量子力学が導いた真空の正体です。量子力学が導いた真空の姿は我々の無のイメージを根底から覆すものであり、その非常識さはこれだけではありません。実は真空から粒子が形成される現象は理論的には予言されていました。1949年、物理学者のジュリアン・シュウィンガーは強い電波の中で真空が不安定になり、電子と陽電子の対が生み出される可能性を示唆しました。彼は20世紀に活躍したアメリカの理論物理学者でした。彼は量子電磁気学や量子力学の領域で顕著な業績を残しています。彼の最も著名な業績の一つは量子電磁気学の枠組みで電子の磁気双極コモーメントを計算したことです。これにより電子の磁気特性について理論的な基礎が提供され、その後の実験結果との整合性が確認されました。また彼は量子力学の素粒子理論において重要な問題に取り組み、量子場理論の分野で重要な貢献をしました。特にシュウィンガーは場の理論を用いて電磁相互作用と弱い相互作用を統一しようと試み、これが後の電弱理論の発展につながり、スタンダードモデルの一部となりました。彼の業績に対し1965年にノーベル物理学賞を受賞しました。その後も彼の研究は現代の理論物理学の基盤を支えています。このシュウィンガー効果は量子電磁力学の重要な帰結の一つとして考えられています。そしてシュウィンガー効果が示す恐るべきことは、無から物質が生まれる可能性があるということです。真空の揺らぎは適切な条件下で仮想粒子だけでなく実在の粒子を生み出す源となる可能性があると言われています。つまり何もないはずの真空が物質の根源となる可能性を秘めているということです。ただしシュウィンガー効果の実験的検証は簡単ではありません。電子と陽電子の対成形に必要な電波の強さは現在の技術では実現が難しいとされているからです。しかし将来的には真空から粒子生成を確認できる日が来るかもしれません。しかし真空から粒子が形成される場合、そこにはエネルギーの存在が不可欠です。これは当たり前のことですが、本当に何も存在しない場所では何も起こらないからです。量子力学の観点から考えれば、真空からの粒子生成はエネルギー保存則を満たすプロセスでなければなりません。つまり真空が膨大なエネルギーを秘めた場である可能性を示唆しています。実際に量子力学の理論では真空のエネルギーは無限大になる傾向があります。つまり真空は無限のエネルギーを含んでいる可能性があるということです。ただしこの無限大のエネルギーは現実には観測されません。しかし真空が有限なエネルギーを待つことは十分にあり得ます。そのエネルギーは宇宙を揺るがすほどの規模になるかもしれません。なぜなら真空のエネルギーは宇宙の加速膨張を引き起こす原動力になり得るからです。これは暗黒エネルギーと呼ばれる正体不明のエネルギーが宇宙の膨張を加速していることから示唆されています。そしてその暗黒エネルギーの正体こそが真空のエネルギーである可能性が示唆されています。さらに真空のエネルギーは素粒子の質量の起源とも関係しているかもしれません。ヒッグス機構と呼ばれる理論モデルでは、真空中に存在するヒッグス場が素粒子に質量を与えると考えられています。ヒッグス粒子の発見は
真空が物質の属性を決定する役割を強く示唆しました。つまり、無であるはずの真空がエネルギーや物質の根源になるという逆説的な議論は、現代物理学の最先端で真剣に検討されています。それは、真空が単なる無の空間ではなく、存在の源たる場である可能性があるということです。この量子力学が示した真空の正体は、我々の物質感を根底から揺さぶるものです。かつては空虚の代名詞に過ぎなかった真空が、世界を形作る要因だったということになります。そこには従来の無の概念を超える新たな舞台が広がっており、ミクロな世界だけでなく、マクロな世界、つまり宇宙にまで広がっています。我々が住む宇宙を構成する物質のほとんどは質量を持っています。星を作る原子も、我々人間の体も、すべて質量のある粒子からできています。しかし、宇宙には質量を持たない存在も存在します。それが光で構成される光子です。光子は電磁相互作用を媒介する素粒子であり、量子力学によって記述されます。そして、光子の最も特徴的な性質は、その質量がゼロであることです。光子は質量を持たず、常に高速で移動しているとされています。真空中では高速は一定の値をとり、それは物体が持つ宇宙の最高速度となっています。質量がゼロであるがゆえに、光子は特殊相対性理論の法則に従います。特殊相対性理論によれば、光子も重力によって曲げられることが示されています。これは重力レンズ効果と呼ばれる現象で確認されています。巨大な重力源であるブラックホールや大質量天体の周囲を通過する光が重力の影響を受けて屈折することが観測されています。重力自体が光に干渉するわけではありませんが、時空が重力によって歪まされることで光が影響を受けます。ブラックホールはあまりにも強い重力のため、光さえも脱出できない天体です。そのため、ブラックホールは質量を持たない光子とは無縁の存在のように思えるかもしれません。ブラックホールの理解には質量ゼロの概念が重要な役割を果たしています。一般相対性理論によれば、ブラックホールの中心には六位点が存在し、そこでは質量やエネルギーが一点に集中していると考えられます。つまり、ブラックホールの中心では質量が消滅し、時空の構造が極限まで歪むことになります。重要なのは、ブラックホールの中心が質量ゼロの状態に近いことです。もちろん質量が完全に消失するわけではありませんが、ブラックホールの質量は求めることができます。例えば、我々が住む銀河系の中心に存在する超巨大なブラックホールの質量は計測されています。その質量の大きさから、ブラックホールの中心は粒子の個性が失われると考えられています。特異点の状態は質量ゼロの粒子が集まった状態に類似していると言えます。このようにブラックホールの中心には無に近い状態が存在しており、その関係は宇宙の謎をめぐる問いとも結びついています。現代宇宙論において宇宙の誕生を説明する有力な理論がビッグバン理論です。この理論によれば、宇宙は約138億年前に一つの特異点から始まったとされています。この特異点は時空の極限であり、無に近い状態であると予測されています。つまり、ビッグバン理論は宇宙が無から生まれたことを示唆しています。このビッグバン理論では、宇宙の始まりは非常に高温、高密度の状態であり、時間も空間も存在せず、物理法則さえも成り立たない状況でした。しかし、そのような無の状態から宇宙が誕生したということは、無から有が生まれたということです。これは現代物理学が解明すべき最大の謎の一つと言えるでしょう。そして、この無から有が生まれるということは、現代物理学と奇妙な一致を見せる仏教の教えでも語られています。仏教は古来から人々の心を捉えてきました。仏教思想の核心にあるのが空、
の概念です。空とは全ての物事が本質的には空虚であるという考え方であり、物事の実体は相対的であるというものです。これを表したのが色即是空、空即是色の言葉です。これは物質的現象は全て実体がないということであり、あるようでない、ないようである、無から有が生まれるということを示しています。この空の思想は無の概念とも通じるところがありますが、空は物事の相互依存性を肯定的に捉える概念です。このような空の思想は私たちに新たな世界観を提示してくれます。それは無の彼方にある生命のつながりと調和の世界なのかもしれません。無というのはただの空気ではなく、むしろ無限の可能性を秘めているのかもしれません。数学のゼロ、物理学の真空、宇宙論のビッグバン、そして仏教の空、これらの無をめぐる概念は私たちの常識を覆し、世界の見方を根底から変えてしまうほどの力を持っています。無はあらゆる存在を生み出す母体であり、同時に存在を超越した究極の真理なのかもしれません。私たちが無に見せられるのは、この宇宙の根源的な謎に触れたいという欲求があるからなのでしょう。無から生まれ、無に帰っていく、この永遠の循環の中に世界の本質が隠されているのかもしれません。私たちは無の神秘を探ることで、生命の尊さと宇宙の偉大さに気づかされます。この無をめぐる探求は終わりのない問いかけの連続です。しかし、その問いかけこそが私たちに生きる意味を与えてくれるのかもしれません。無の不思議な世界は私たちを永遠の探求者にさせます。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。